Thanks, 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 Monica. Thanks, 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 8月のセールさ。はい、ということで今日はモニカのお家をお届けしたいと思います。すごい入りだったですけどね。今日はあのオーナー様の完成したモニカのお家にお邪魔していきます。これまでですね、あの平屋に住みたいを叶える 1.5 階建てのローファーのお家だったりとか、スキップフロアになっているアレンウェイクとかご紹介してきましたが、今日は平屋に住みたいを叶える平屋のお家です。モニカ、外観がですねちょっとブルーを基調にしておりますが、なんとどうやらこちらのお家はカリフォルニアの風を感じる平屋のお家ということで、カフェラウンジのようなリラックス感、あと暮らしやすさも兼ね備えたお家ということなので、一体どんなお家になっているのか見ていきましょう。今日ご紹介するモニカ、建築面積が28坪、約28坪ですね。そして延べ床面積が約23坪、そしてちょっと見えていますがこのウッドバルコニー部分が4坪、そして中は 3LDK の間取りのお家となっております。はい、それでは今日はモニカ、ついに完成しました。おめでとうございます。初モニカです。わー、これね、俺実は一番建てたかったやつやっちゃう。そう、でもなかなかね建ててもらえなくて、お客さん次第。そうそう、お客さん次第だったんで、ね、ちょっと土地が今回広いので平屋やっと建てれました。特徴はあのこのへですね、へあったね、そんなの。へ、逆へと屋根がですね、あへへですね、そう、なだらかな。ここ特徴です。ではありません、まだたくさんありますからね。はい、でここね、通常のモニカを反転させてる。そう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 、ちょっと反転させてるからそこだけ忘れといて、次行こう。はい、じゃあここまずですね、出てきた、はい、カバードポーチ、カバードポーチ、はい、すごいですね。ウッドデッキが玄関からズドーンとつながってるんですね。はい、ズドーンとつながってます。はい、ここ4坪、こんな長いウッドデッキあんまりないんじゃないですか。あんまりないですね。ここがだいたい 1.8m、 ちょっとね腰掛けたりなんか、うん、確かにちょうどいい高さですね。ちょっとくつろいだり、うん、今日3月なんですけど、はい、めっちゃ快適ですね。はい、寝ちゃったりね。そうですね、日向ぼっことかバーベキューとか最高ですね。はい、はい、いやまだあります。はい、次ここもね、ちっちゃい部屋になってます。ここちっちゃい部屋、分からない。こうボコボコ、こう、はいはい、今影、日が経ってるんで、はい、今何時かな、1時半、日が高いで、ここ影になってるでしょ、ここ、こうラインが陰影が出て、こうかっこよく見えるんです。これ IG 工業の商品名、テロップ出します。新商品です。いや、ちょっと待って。はい、後で。あ、これ溝じゃないわけね。溝じゃないです。影、影。あ、まあ、こんな感じになってますね。だんだんになってるんですね。こうして、こうして、こう。こんな感じで。え、どんな感じになってるんですか。どんな感じになってます。もう、やばい。はい、次、ちょっと中に入っていきましょうか。はい。はい、なんかやっぱこのブルーの外観も。カリフォルニアって感じですよね。で、ここ木、ここ。ほんとだ、なんかすごい、この辺木の香りがもうすごいするんですよ。うんうん、何の木ですかこれ。これ、これ杉の木。へぇー、杉ばっかりですね、杉ばっかり使ってます。あ、これあ、これはもうこっちの一緒で、軒天と一緒、日派の、商品名忘れたんですけど、日派の軒天材。本当はこの白い照明もめっちゃ可愛いですね。人感センサーになってます。へぇー、船舶照明っていうのかね、確か。うーん、いやいや、照明は好きなの選んでもらう。うん、そうそう、やっぱこのカリフォルニア風っていうのをこういう感じで演出してるんですね。はい、はい、そのイメージで。はい、
じゃあ玄関入っていきましょう。はい、お邪魔します。おお、玄関広々。広々ですね。あ、ずっと土間続きになってるんですね。そうなんです、こっちまで土間です、ずっと。広い。ここサイド結構いろんなもの直します。あー、どんなものだろう。例えばこっちから、こっちから、はいはい、ゴルフバッグとか置けますね。ポールつけてレインコートここにつけ、ね、直したりとか、なんかいろいろ置けますね。はい、なんか玄関なんかこのすりガラスになってて明るいですね。こっからね、最高が取れてるんで。最高。最悪だ。最悪だ。この間取り的に、はい、正面入って右か左かに行くという。こっちか、こっちか。こっちか。こっち、どっち行きます？はい。あっち向いてほいで。オッケー。あさみちゃん向かったらあさみちゃんの方。はい。はい、あっち見て、ほい、勝ちましたのでこちらに参りましょう。お邪魔します。おー、弱い。おー、リビングですね。メインに来ました。はい、早速メインです。これで何畳ぐらい。これですね、多分16畳ぐらいかな。なんかいい感じのサイズ感ですね。そこからこっちで16畳。あー、ほう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 、はい、なんかすっごいそう開放感あると思ったんだけど。モニカーは天井が、そう、天井が、うん、断熱が天井じゃなくて屋根に持ってきてあるっちゃう。そうで、吹き抜けにしてある。あ、開放感があるでしょう。でもなんか天井もなんか木が、そう、今回板張りになっております。あ、いい、おしゃれ。なんかコテージ感っていうか、うんうんうん、出ますね、おしゃれ感。で、ここね、はい、ここ本来はこっからこっちが土間やっちゃわ、はい、土間。ああ、こっからこっちが土間、標準プランは。あ、さっきの玄関からずっと壁を、そう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 、あそこからずっとつながってるの、こっちに土間でこう繋がってるんだけど、かなりオープンな、そうそうそう、うん、で、玄関は2方向だからリビングに行けるし、そのまま収納通っても行けるしみたいなプランニングなんですけど、はいはい、ここはちょっと収納に変えました。ここに壁を作って。へー、かわいいでしょこれ。あ、かわいい。あ、かわいい。かわいい。ブスやないかい。ブス言うな。母ちゃんと父ちゃんおるぞ俺にも。ここはどういうものを直す。なんか収納ですね、収納。結構広いでしょ、入ってみて。すごい広いですよ、うん、広い広い。結構ありますね、スペース、うん、ちょっとどういうもの、まあストックのものとか。はい、ストックとかね、うん、もうこれいらんか、何でも入れられますね。はい、はい。非常食もね。非常食も。そうですね。非常食も。おい、俺、なんで俺が非常食や。豚じゃねえぞ。もういいが。腐らんで生きてるからね、非常食。ちょっと待って。もういいが。で、ここ。ここね。ここおしゃれや。ここもね。もともとパントリーって。あ、もともとパントリーか。はい、専務が言ってましたよ。パントリーをちょっと改造して。うん、今回ね、あんまり今までプラン、なんていうの、買えない、買えない、その商品化されてるお家では買えなかったんだけど、買えるとその構造の計算とか、うん、いろんなものがこう絡んでくるから買えなかったんだけど、ここはちょっとご希望で、うん、間取りをちょっと変えてます。標準買いしよう。やっぱ標準買いにすると、はい、やっぱお金がちょっと上がりますね、その、うん、打ち合わせの費用だったりとか、はい、まあ、あの商品化されてるお家だとそういったのがもうないので、うん、選ぶっていう形なんですけど、借りるとやっぱちょっといろんな費用がかかってきます。うん、自分なりにいろいろできると、はい、とこれ、かわいい、かわいい、アメリカ風、ちょっとこうヴィンテージ感も出て、うんうんうん、おしゃれですね。あ、そしてキッチン、キッチン、おー、キッチン、こんな感じです。どこのキッチンですか、これは。これはですね、TOTOです。TOTO、はい、
僕のサザナです。これじゃあサザナはお風呂ですね。これ何やったかな、ちょっと名前忘れたんだけど、まあ、TOTOです、うん、なんかこう、はい、木の色に合わせて、うんうんうん、ナチュラルな感じですね。木目のホワイトね、木目のホワイト、なんか優しい感じで気持ち明るくなりますよ、キッチン。あ、食洗機付き、これはいりますね。あ、結構大容量、うんうん、この奥行きが。でこちらにはなんかテーブル、カウンター、テーブル、はい、ここですね、はい、ここでな、あの、あれですよ、そう、カウンター、いろいろね、はい、確かに持ってきて入れる。あー、でここにその無印とかに売ってある透明のこのボックスをこう入れて、でこっちには手持ちの食器棚を置かれるっておっしゃってましたよ、うん、ありがとうございます。でこの窓もあるとすごい明るいし、なんか気持ち的にこう外が見えていいですね。最高が撮れてるんですね。最なんか開放感プラス危ない、悪い癖が出そうになってます。でここが冷蔵庫ですかね。はい、ここに冷蔵庫来ます。はい、そしてこちら、はい、リモコンニッチ、はい、なんか可愛いですね、木でこう、これ多分なんかつけるんじゃないかな。セムがあの鍵をかけるやつをつけるっておっしゃってました。いいですね、こういうニッチの使い方も。ちょっとまとめたらなんかごちゃごちゃすってる、このラインで出すとちょっと引っ込めて整理整頓みたいな。あ、なるほど、はあ、テレビ台も作りました。テレビ台いつものやつですね、シンプルに。はい、あ、ここにもこう穴があってコンセントを通してありますね、こう通せるんですね。浮かせてるよね、今ね、なんか浮かせてルンバとか、あー、ね、通れるように下が。そうそうそう、リビングを体感してみたいんですけど。あ、どうぞどうぞ。いいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、え、こんな感じですね。あー、いい、やっぱ天井が高いと、うん、なんかこう、余裕があります。素晴らしい。で、こう、こうやってこっちに目をやると、うん、窓がかなり大きくて、大きいだよね、ね、窓がね。だけど、ね、ここ芝になるっちゃわ、芝がバーッと敷いて、お庭ができるから、ここちょっと、なんて言うかな、はいはい、ちょっと入ったところで、車とかも全く通らないんで、これ全部庭だから、すごい、そう、ちょっと子供たちが遊んでるところとかも見れるよね。いいですね、見渡せますね。はい、やっとそのウッドデッキとのこうつながりで、そうね、よりこう広く感じる、うん、新聞とか読みたいな朝。そうね、はい、じゃあ次奥に行ってみましょう、はい、お願いします。はい、どうぞ。まずここにこちら部屋がございます。はい、こちらは何部屋でしょうか。子供部屋です。おー、入ります。はい、ここね、確かね、つながってたんよ、最初のプランは確か。はい、これは、はい、標準でございます。はい、はい、何坪くらい、あ、何坪じゃない、ここはね、何畳ぐらいでしょうかね。4畳半かな、この収納まで入れて。うーん、4畳半、まあ、子供部屋にはちょうどいいですよね、うん、そうですね。あ、机、かわいい。そうそう、もう机をね、買うか買わないか迷って、うん、はいはい、で子供さんの意向としては、うん、あの、あるやん、なんかキラキラの、はいはい、子供が買うやつ、セーラームそれか、うん、アナ雪とかね。そう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 、うん、でね、結構大きくなってからさ、うん、あれってなるとっすね。はい、やっぱ高校生とかであれ机で勉強してるとちょっとそうそうそう、ね、恥ずかしい。とあとこの家の雰囲気と合うような机が欲しくて、はいはい、このこれでこっちにしたいと後から浮かないようにでこうしたっていう。いいですね、この木とこのアイアンの黒。そう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 、おしゃれ。ずっと椅子の高ささえ変えれば、ね、ずっと大きくなってもずっと使える。ね、使えますね。で、ちょっとこうここね、ちょうど窓があるからさ、うん、北側ってこう今明るいやろ。明るいですね。北側の光でこの窓って勉強するのにすごくなんていうといいんだって。へ、一日通して淡い光がこう差し込んでくるから、うーん、南やとこれが目が痛くなるよね。へ、じゃあ次行ってみましょう。はい、行ってみましょう。お隣にこっちも同じくあるお部屋がこちらは、はい、同じタイプ、うん、ここさっき収納ちょっと触れてなかったんで、はいはい、ここ
ここ本当はこう棚が一枚ポンってついてるだけなんだけど、これ動かせるようにしてる棚とか、子供さんがね今の段階でここ届かんから、低いところに設置したりとか、こう成長に合わせて変えられるようにあえて今回はこれにした。はい、はい、次洗面所です。洗面所、洗面脱衣所、脱衣所、おお、こうなんか明るい雰囲気、これね優しい、うん、かわいい、なんかこここれ洗濯物干せるようにつけた、これいいな、おしゃれですね。かけてね、乾燥させたり、ダサくなりがちじゃないですか、うん、でもここもかわいく、でここお風呂の中、窓ないっちゃが、あ、ほんとだ、今回窓なくしておりま、ないです、いいですね。あ、あと鏡もないですね。あ、鏡もないです。無駄を省いて、社長、社長、社長、はい、ここ、かわいいですね、このやろう、このなん、これなんていうんですか、水仙じゃなくて、水仙すごいかわいい、見てください、初めて見ました、このタイプ。ねえ、うん、これどこのですか、社長は限界だ。ちょっとトイレに行きました。で、棚、おー、棚、結構ぐ掃除せんや、はい、ね、するあんまり、まあ、一緒くたしていけないけどせん、ね、ちょっと汚れやすくなってるんですもん、そこもいらないんじゃないかなっていう人が結構増えてきてる。へー、確かに。と鏡も怖いとか、はい、あー、うん、こうね、わかりました、はい、はい、すごい明るい。そう、寝室がここが南面に位置しているので、はい、直射が入ってくるんで、あったかいし、ポカポカ。朝こういい日差しで起きれるかな。日差し。で、じゃあね、じゃあね。はい、朝やーって感じ。これちょっと消してみようか、電気。はい、消してこの明るさ、うん。明るいですね。明るい。こっちにもこっちにも。そうがあるんですね。っていう感じでございました。すごい、このなんかテーブルみたいなのが。あ、ここもね。作ってある。花が。かわいい。これも使い方自由ですね。もうなんか机として使ってもいいし、うん、物置として使ってもいいし、お好みに合わせて。お好みに合わせてちょっとしたこう作業とかいいかもしれない。収納。はい。ちょっとここは奥行きが狭いんですよ。はい、おー、浅かったになってる。はい。部屋を広くするのにですね。あ、なるほど。その分部屋にゆとりができるんですね。はい。もう全然でも。洋服かけるぐらいのハンガーも入るし、はい、一応測ってあるもんで、うん、デッドスペースが抑えられてていいですね。はい、さあ、お部屋をぐるっと見せていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ご協力いただいたオーナー様にも感謝ですね、はい、ありがとうございます。オーナー様、本当にご協力いただきましてありがとうございました。今日今ぐるっと見てもらったんですけど、はい、延べ床面積が 23.4 坪。はい、そうです。この床の家の中ですね、はい、中が 23.4 坪、うん、っていうことだったんですけど、数字だけ見るとなんか割とこう、はい、コンパクトにまとまってるのかなって思ったんですけど、うん、なんか全然そんなでしょう、はい、3LDK 取れてますんで、はい、やっぱこういう天井の高さとか、そうそうそう、窓の大きさとかがそういう風に思わせるのかなって、ね、うん、思いました。 あんまり無駄なスペースを作らないと。なるほど、はい、でここのリビングもこの最初へっって言ってたやつ、はい、へって言ってましたのこの辺の部分がちょうどリビングの上、ここ一番高いところになってるんですよ。ここですね、はい、そうそう、私のちょうど天井がないんで、うん、すごい広がりが、平屋、今日は平屋のお家ということで、はい、やっぱ平屋いいですね。いいですね、皆さん平屋が建てたいとおっしゃいますね、はい、大体、はい、なんかやっぱご飯食べる、お風呂入る、寝るとかいうのがずっとこうもう階段登らずに、うん、ワンフロアで完結するっていうのはやっぱり老後のことも考えても安心なんじゃないかなと、はいはい、ただでもその中でも割とコンパクトにキュッと作ることもできるこのモニカ、はい、ということなので、おすすめでございます。おすすめでございます。ぜひ検討して、はい、あ、これってまたこの後見たいっていう、モニカどんな感じか見たいっていう方は、はい、見れません
そうですよね。お客様が住まれる、はい、今日までがチャンスだったんですね。はい、そうです、はい、明日までですね。明日までで、もう明日、もうこの動画仕上がってる頃にはもう終わってますので、はいはい、またの機会にどうぞということで、ぜひじゃあ YouTube でこのモニカの雰囲気は感じ取っていただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。